皆さんこんにちは、ミョンです。今日もハウルチェアの紹介をしたいと思います。今日のハウルチェアはちょっと自分にとっては、ちょっと目新しい感じ、珍しい感じのハウルチェアで、購入してからヤフオクで購入してから2年くらい経つと思います。まあティッシュカルチャー組織培養内で購入したんですけども、なかなか調子が悪い状態が続いてて、なかなか回復しなかった、思い出があります。今は、やっと回復して、こんな状態ですけども、なんとなく、まとまりが、悪くて、触ってみると、がっしりしてるんで、では、きちっと貼ってると思うんですけども、葉っぱの出方とかは、なんかバラバラで、なんていうか、これが正解かどうかわからない状態なんですけども、まあ面白いなっていうふうには感じています。で、特徴としては、ミュータント系のように、葉っぱの先の方が、裏表とかあまりないみたいで、葉っぱの先の方はもうみんな窓みたいな感じに見えるんですね。それで、例えばこの葉っぱのように、先の方がこうちょっと上に跳ね上がるような感じ、これもそうですね、上に跳ね上がるような葉先になってるようです。それが特徴かなと思ってますね。それで、まあ裏表のない葉っぱの先端が、全部窓という形で、名前はハウルチア玉とか、ペンシルっていうのにも似てるんですね。ヤフオクでしか見たことなかったんですけども、ペンシルっていう名前で出品されていたハウルチェアともよく似てるんですけども、ペンシルっていうものについてはこういうふうに葉っぱの先っちょが跳ね上がらない感じがしているようなんで、これとはもしかしたら違うのかもしれないです。それで買った時は、買った時からのサイズからほとんど大きくなってないですね。買った時は調子が悪くて、それを良くするのに時間がかかって、やっと葉っぱがふっくらした感じになったんですけども、それからあんまり成長していないっていう感じです。で、今は、触ってみても、粘りの方は、良い感じでちゃんと根が張ってて成長してるんだろうけれども、思ったより成長スピードは遅いのかなという感じがしています。まあ面白いですね。形は面白いですし、これがもう少しサイズアップして葉数が増えてくるととても楽しい感じに見えるんじゃないかなと思って期待してるんですけども、なかなか大きくなってくれないようですね。それでアトロフスかミュータントの交配なのかなと思いきや、はい、ちょっと今アトロフスカもペコペコなんですけども、まあ、こちらのアトロフスカのミュータントとは少し違いますね。少しっていうかだいぶ違いますね。まあそういう、なかなかこれとの関連はないのかな。ちょっと全然わからないんですけども、まあサイズ的にはまだまだ小さくて、もうちょっと大きくなると変化があるのかもしれないですね。はい。ではじっくりと見てみましょう。確かに葉っぱの先は面白いですね。跳ね上がる窓っていう感じで。こういう感じで、これが、
順調に今年の今の夏が終わって秋から順調にこう成長して葉っぱが伸びてきてくれればいいんですけども、まだわからないですね。意外と気難しいタイプなのかもしれないですね。この角度が一番綺麗に見えるような感じがします。はい、それでは今日のハウル茶の品種紹介を終わりたいと思います。インスタグラムで、YouTube ライブの告知をしていますし、あとこの YouTube の登録、チャンネル登録まだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただいて、告知をありというふうに設定していただけると私の YouTube が更新された時には告知されると思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それと過去動画もたくさんあると思いますので、まあクオリティ低くて、まあいろいろお叱りをいただいておりますけども、もしよかったら過去動画も見てください。それではまた次の動画、YouTube ライブや次の動画でお会いしましょう。Have a nice day!